宮城電気鉄道。宮城電気鉄道は、かつて、宮城県に存在した、鉄道事業者である。略称は、宮電。現在の東日本旅客鉄道、JR 東日本船石線にあたる路線を、運営していた。もともとは、商社の高田商会が、余剰電力を活用するために計画した鉄道で、1922年、大正11年に設立された。しかし、 鉄道の建設中に、高田商会はこの鉄道事業から手を引き、それ以後は宮城電気鉄道が独自に資金を調達して、鉄道の建設を続けた。1925年、大正14年に仙台駅から西塩釜駅の区間が開業し、1928年、昭和3年に石巻駅までの全線が開通した。戦中の1944年、 昭和19年に国有化されて戦績戦となった戦時買収施設。高田商会は1881年、明治14年に貿易会社として設立された。創業者は高田新三である。後に高田商会は宮城県栗原郡宇ぐ沢村、現在の栗原市のホス総鉱山の経営にも関わるようになり、これが 高田商会の宮城県との関わりの端緒とされる。高田商会の資本参加によりホスソウ鉱山は高田鉱山とも呼ばれるようになった。この鉱山の所長だった山本豊次こそが後に宮城電気鉄道の社長となる人物である。1914年、大正3年7月28日に第1次世界大戦が始まると日本では1915年。 大正4年下半期から商品輸出の影響で大戦契機と呼ばれる高契機となった。この年、高田鉱山では軍用需要の高まりを見せていたアエの電気分解に山本豊次が成功した。1916年、大正5年に稲葉城第一発電所及び当時建設中の稲葉城第二発電所に隣接する福島県マリア郡万代村の高田紹介大事整連所で、 亜鉛の湿式精錬が開始された。高田鉱山においても、亜鉛生産が行われ、1917年、大正6年及び1918年、大正7年に、最盛期を迎えた。1918年、大正7年に、稲葉城から、当時の東京府東京市まで、高圧送電線が完成し、低都の電力需要を賄うことになったため、高田商会はこの代わりに、 高田鉱山近くのエアイミズ電との間で発電開始10年間の電力買取契約を交わした。しかし、1918年、大正7年11月11日に第一次世界大戦が終結すると、アエの需要は激減する一方で、1919年、大正8年にエアイミズ電からの電力供給体制が整い、 亜鉛の精錬用だった電力が過剰に余るようになった。山本は1920年、大正9年に宮城送電工業と朝日宝石の2つの会社を設立して余剰電力の約8割を消費することができたが余剰電力の約2割に当たる7 0 0ットの消費先がさらに必要だった。この残りの余剰電力を消費するために計画されたのが 宮城電気鉄道だった。当初の計画では、宮城県仙台市の宮城県庁付近を起点として、当時の宮城郡原町、岩切村、高佐護村、多賀城村、塩釜町を経て、松島村に至る鉄道路線だった。建設費は270万円と見込まれていた。収支の概算では、仙台と塩釜の間の旅客が主要な利用客と、みなされ、貨物については、 塩釜と松島の間は一切考慮されていなかった。この鉄道の免許申請は1921年、大正10年5月に行われた。当初の発起人には、高田鎌吉や山本豊治など、高田商会の関係者10名が名を連ねた。松島町市では、宮城電気鉄道の発起人として、伊沢平左衛門、中村梅さん、松良善、広史、湯さ寿介、 大宮司正之助、斉藤修造、西藤義三郎、高木京造が挙げられているが、これについては、宮城電気鉄道の計画の進展に伴って、発起人が高田商会の関係者から、地元の有力者に移されていった結果ではないだろうかと、石巻の歴史は押し量っている。また、翌年に200名近くの発起人が追加された。この鉄道計画は1921年。 大正10年12月に許可され、これから間もない1922年、大正11年3月に、松島から石巻までの区間の追加申請が行われ。この路線の延長は、当初から構想としてあったものとも、石巻の実業家の働きかけの結果とも言われている。石巻への延長の許可は1923年、大正12年3月に降りた。一方で、 宮城県庁から、商船の仙台駅までの区間は、仙台市電の建設計画に影響を受けて、断念された。鉄道会社の創設のために10万株が募集された。発起人引受分が5万560株、賛成人引受,受分が4万9440株、株主は、合計2976人となった。1922年、大正11年9月、 仙台市公会堂で宮城電気鉄道の創立総会が行われた。ここで社長に山本豊次が選ばれ、相談役に高田鎌吉がついた。資本金は500万円だった。当時、松島には東北本線の松島駅、初代があり、また塩釜には塩釜線の塩釜駅があって、それぞれ鉄道で仙台駅と結ばれていたが、山本は 国有の幹線鉄道とは異なる都市型の近郊鉄道を目指していたとされる。こうして鉄道の布設に取り掛かることになった宮城電機、鉄道だったが、その前途は多難だった。1923年、大正12年3月、高田鉱山で大火災が発生し、同年9月1日には、大正関東地震、関東大震災が発生した。この影響で、 宮城電気鉄道の後ろ盾だった高田商会の経営は傾き宮城県の事業から手を引いた。また東京の株主からの払い込みも滞った。資材の搬入も遅れた。こうした困難な状況の中で山本は宮城電気鉄道に残り鉄道の建設に専念する道を選んだ。高田商会の撤退で資金繰りに困った宮城電気。 鉄道はまず安田銀行に相談したが、これは結実しなかった。宮城電気鉄道に救いの手を差し伸べたのは、日本生命保険の広い助太郎で、日本生命保険は宮城電気鉄道に100万円を融資した。ただしこれは、開業後の1926年、大正15年に、仙台駅から西塩釜駅までの区間を担保として行われたもので、ある。 宮城電気鉄道は石巻までの全線開通までに、やはり路線自体を担保に、日本生命保険から合計300万円を借り入れた。宮城電気鉄道は1925年、大正14年6月4日に、仙台駅から西塩釜駅の間で開業した。この二つの駅の他には、東七番町駅、筒子が丘駅、陸前原の町駅、福田町駅、 陸前高佐護駅、多賀城駅があった。仙台駅と西塩釜駅の間の運賃については3等が25線で2等はその倍だった。回数券や定期券も存在し、手荷物や小荷物、貨物の取り扱いがあった。仙台発の始発列車が5時35分発、最終列車が23時24分発、西塩釜発の始発列車が5時20分発。 最終列車が23時12分発で、1日に29往復というダイヤだった。車両については、電気機関車1両、旅客用、電車5両、貨車10両をもって、開業を迎えた。日照釜駅の立地の悪さがあったにもかかわらず、多くの旅客が利用し、開業者年度の旅客数は、当初の予測に対して2倍近いものだった。この後、 宮城電気鉄道は1926年、大正15年4月14日に本塩釜駅まで伸びて、それに伴って旅客も順調に増えた。宮城電気鉄道は1927年、昭和2年4月18日に松島公園駅、現在の松島海岸駅へと延伸した。この松島延伸に合わせて宮城電気鉄道は、劇場や食堂、浴場、 人形の家からなる松島遊園の建設を計画していた。この施設は松島公園内の県有地1800坪を借りて建設され、松島公園駅開業から約3ヶ月後の8月1日に開園した。宮城電気鉄道は雑誌に交絡広告を載せて松島への観光客の誘致を図っていたが、松島遊園の事業は赤字でも黒字でもなくトントンだったという。 また、実業家の高橋良作による、松島水族館が、松島公園駅開業と、ほぼ同時期の4月に開園している。1928年、昭和3年4月10日に、宮城電気鉄道は、陸前小野駅まで伸び、同年11月22日には、石巻駅までの全線開通を果たした。仙台駅と石巻駅の間の運賃は1円50銭で、 あり、1930年、昭和5年時点のダイヤで、仙台駅と石巻駅の間を走る列車は6往復あって、その所要時間は1時間40分だった。こうして、全線が開通した宮城電気鉄道だったが、全線を乗り通す旅客は、想定より少なく、旅客の大部分は、仙台と塩釜の間に集中した。山本の言葉によれば、な瀬川を境に、 旅客の移動が分かれていると評される状態だったという。また、石巻には、小ご田駅と石巻駅を結ぶ仙北警弁鉄道が、大正時代初めに開通しており、これが国有化されて石巻線となっていた。石巻における貨物輸送については、石巻線が主流のままだった。その後、昭和恐慌の影響で1930年、昭和5年に、 宮城電気鉄道の旅客数は大きく減少し、その後も低調な状態が続いた。1935年、昭和10年から、業績が再び伸びるようになり、戦時体制下になるにつれ活況を停するようになった。1933年、昭和8年、松島観光のための展望車が宮城電気鉄道に導入された。列車にガイドガールが天井し、 旅客に紅茶を振る舞うサービスが行われていたという。1939年、昭和14年時点のダイヤでは、仙台から塩釜まで15分間隔で1日60往復、松島まで30分間隔で38往復、石巻まで1時間間隔で18往復の列車が運転されるようになっていた。また、 東七番町駅から陸前バルの町駅までの区間が1942年、昭和17年に伏線となった1943年に伏線化とも、山本は東七番町駅から西塩釜駅までの区間を伏線化した上で7分間隔の列車運行を考えていたという。宮城電気鉄道は1937年、昭和12年に 新たな路線の許可申請を行った。これは、石巻駅近くの山下付近から旧北上川、川口付近の石巻港に至る臨港線である。宮城電気鉄道が自ら願い出た形の申請だったが、実際には石巻市からの積極的な働きかけがあったと言われる。この臨港線は、課客ともに取り扱う路線として計画されていた。 この申請の最中に石巻市は日本製紙の前身にあたる東北振興パルプの誘致に成功し、その工場がこの臨港線の沿線に建設されることになった。これを受けて宮城電気鉄道は東北振興パルプの工場へ引き込み線を設けることを臨港線の計画に加えて請願した。工場の建設に必要な物資や 稼働後の工場で使う資材などの輸送を行う。こと引き換えに、宮城電気鉄道は、東北振興パルプから資金を借りる計画にも、なっていた。臨港線の認可は1938年、昭和13年に下り、さらに工場の建設を急ぐために、臨港線の工区を分割して、山下から、工場付近までの区間を先に工事することが、認められた。 林港線の分岐点となる宮、田山下駅、現在の陸前三加駅が1939年、昭和14年2月1日にまず開業し、同年11月4日に、東北新港パルプ工場の近くの釜駅、現在の石巻港駅までの区間の営業が始まった。釜駅から旧北上川川口付近の石巻港に、至る区間の工事については、 石巻港の計画が不確定である、また資材の調達が困難である、という理由で建設期限の延期が繰り返されていた。石巻港まで線路の敷設は行われていたが、開業できないまま国有化を迎え、後に線路が撤去されたという。この区間は戦後に貨物線として改めて建設されることになる。臨港線が開業した1939年、 昭和14年、宮城電気鉄道は、松島電車を買収した。松島電車は、宮城電気鉄道の開業より、前の1922年、大正11年に営業を始めていた鉄道で、東北本線の松島駅、初代から、松島の五大道付近を結んでいた。しかし、宮城電気鉄道の開業に影響を受けて、松島電車は、経営難に陥り、 電車の運行ができない状態になっていた。買収の表向きの理由は、継承地である松島の交通機関が失われることは、忍びがたいというものだったが、実際には、鉄道省や松島電車から、宮城電気鉄道へ、働きかけがあったという。宮城電気鉄道は、松島電車の路線の内東北本線の松島駅、初代から、宮城電気鉄道の新富山駅までの区間を、 地方鉄道として再生する構想を立てた。しかし、この構想は実現することなく、宮城電気鉄道は国有化を迎えた。戦時職が濃くなるにつれて、日本では国家による交通機関の統制が行われるようになり、1940年、昭和15年には陸運統制令が施行された。これによって、政府命令による交通機関の統合や買収が、 日本各地で進められるようになった。宮城電気鉄道も買収の対象となり、1944年、昭和19年5月に国有の戦績船となった。この頃の宮城電気鉄道の沿線では、東京第一陸軍造兵賞仙台製造所、多賀城海軍工渉、山本飛行場が稼働していた。東京第一陸軍造兵賞仙台製造所への行員輸送のために、 日田駅を移設する形で、区駅が設置され、また、山本駅から山本飛行場へ、軍用船が引き込まれ、航空燃料の輸送が行われていた。こうした、軍事関係の物資の輸送、行員の通勤を鑑みた買収だったとされる。会社としての宮城電気鉄道は、関係官庁の指導で、証券保有会社として、ひとまず存続したが、官庁の指導方針が変わったことで、 同年12月に宮城電気鉄道は解散を申請した。買収価格は2400万5946円、国債交付額2476万500円だったが、国債は後に戦後のインフレで紙くず同然になった。また、買収により宮城電気鉄道の職員69名は国有鉄道の職員となった。戦後、 宮城電気鉄道の私鉄へ復帰を求める元株主の動きがあり、元社長の中村梅さんがこれに努めた。しかし、沿線の自治体は国有鉄道としての戦績戦を望み、また国有鉄道の労働組合も私鉄への復帰に反対したという。会社として存続していなかったこともあって、宮城電気鉄道の復活はならなかった。 国有化からしばらく経った1956年、昭和31年、戦績戦に管理所が発足した。管理所制度は国鉄が被災産線区の経営改善ために起こしたもので、戦績戦管理所はその初となる事例だった。この中で、責任者である所長は、宮城電気鉄道の元幹部から話を聞き、戦績戦の経営改善に生かしたという。 なお国有会後の詳細は、戦績線の項目を参照のこと。1925年、大正14年に開業した宮城電気鉄道の仙台駅は、商船の東北本線との交差のために地下駅として建設された。それに伴い、仙台駅に至る数百メートルの区間も地下路線となっていた。この区間の開業は、日本初の地下鉄とされる東京地下鉄道。 現在の東京地下鉄銀座線開通よりも2年半早く、また、郊外電車の地下乗り入れとしても神戸、有馬電気鉄道、現在の神戸電鉄有馬線の川地下線開通よりも3年早いものであった。この地下駅と地下路線の設置は、高田商会が開業前に招聘した外国人技師を現場に案内し、駅を仙台駅東口に設ける計画を示したところ、 海中部、地下鉄で、と、西口までの線路延伸を強く被下げしたことが契機で、さらに将来の県庁付近への延伸も視野に入れた、ものであった。鉄道省としては、経験、実績がなく一度は躊躇したものの、新規技術の提案として認めた。結果的にトンネル掘削をした場所は、地盤が硬すぎるくらいで、鉄道省の心配した、落盤事故は生じ得なかったが、 逆に、宮城電気鉄道側にしては、予想外に工事費がかさみ苦しい財政状況もあって、駅前のターミナルまで掘り本格的地下駅舎を作る予算がなくなった。やむを得ず、このトンネルが伏線断面であることを逆手に取り一線と、そのプラットフォームをトンネルに設けた結果、地下駅の最初の形態がトンネルの中という形に落ち着いた。 この他にも宮城電気鉄道では立派な鉄道設備が用いられていた。電化方式には日本では1922年、大正11年に大阪鉄道、現在の近鉄南大阪線で使われ、始めたばかりの直流線5 0 0ボルトが用いられ、レールにはその当時における国鉄幹線級の37キログラム、さらに踏切などではそれを上回る50キログラムのものが使用されていた。 加えて、色灯式自動信号機が採用されていた。九1944年、昭和19年5月1日、国有火事の在籍者を記す。電気機関車2形式3両、電車10形式24両、貨車37両であったが、戦後の1946年に、宮城電気鉄道が発注した4両が、国有鉄道、運輸省に納入された。詳しくは、 宮城電気鉄道の電車を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。